山口隆です。広告記事です。よし。チャッツ、皆さんこんにちは。野球 YouTuber の向こうです。野球 YouTuber 向こうサポートメンバーの丸山です。よろしくお願いします。サポート、画面登場するの、結構してんの。たまーに。なんか照れやだ。今日はですね、人物にスポットを当てたいと。まあ、私がいろいろ数々接してきましたけど、なんか興味ある人いますか？いや、僕は実は動画で1年半ぐらい前にですね、長嶋茂雄さんのプロチン素振りというのをやらせてもらったんです。とんでもないことやってんな。以前松井秀喜さんに、まだ若い頃ですね、畳が擦り切れるぐらいの素振り部屋っていうのがあったみたいなんですけど、あそこで秀喜、お前裸になれて、それで股間が締めるようなイメージで打つと、それでいいスイングの時は股間を締めた時にシュッっていう音が鳴る。いや、それは、ね、大きさの問題もあるよ。そうっすよね。小さかったらなかなか擦れないからね。それにちょっと聞きできないなと思うんですけど、暴行器か。そういう裸のフリチン素振りっていうのは流行ったんですか？でもね、全体的なその筋肉の動きが分かるとか、そういうので、じゃあどっから始動して、はい、どこを最後に使ってる、この筋肉の動きを見るとか。あ、じゃあ股の締まりだよね。はい、要するに音とかいうよりも球がどのぐらい締まるか、そういう感じでやらせたんだと思う。そういうことだ。木澤さんはフリチンやったことあるんですか？とんでもない、できない。挟みすぎてる。あ、後ろから見たら2つポコッと出てくるよ。すごいよね。それは知らないですけど、遠いからってお前殴られない。めっちゃ遠いですよね。遠くなお前。僕、音鳴らないなと思ってたんですよ。なんで俺音鳴らないんだと思って、後で映像見返したら BGM つけてました。ぜひ概要欄に動画貼ってください。見たいっすわ。ぜひ見てくださ い, い, い。長嶋さんはさ、はい、アテネの時一緒にやって、はい、視察も一緒に行ったりとかして、はい、でスイカとかあるでしょ。スイカをこう並んでるとするじゃん。上の方ポッと食べて上しか来ない。上しか食べないんですよ。いい迷惑。贅沢食いじゃないですか。ご飯食べた後に、はい、爆弾に行ってくるとか言って、わかる？いや、わかんないっす。いや、うんこしてくる。まあ、そんな感じはしてたんですよ。臭くな時はめちゃくちゃ臭くて。まあ、紹介もしたけど、全日本は集められて、一発目の挨拶が、生まれメンバーがいる、マネージャーがマイクを渡す監督一言、溜めたよ、ちょっと。あ、重いなぁ、とか思いながら、俺らもこうやって見てる。はい。我々、巨人軍は負けないんだ。いきなり全日本のメンバーの前でみんなひっくり返って、引き下がりましたよ、野球団はね。で、長嶋さんってさ、こうやってこうやって見てた。ああ、そういうイメージありますね。こう今何投げた。見えてない。見てるんだけど見えてないことが多い。まあ、長嶋さんってさ、数々の逸話あるけど、今キャンプでミスター宮崎、俺鹿児島へ行ったの。移動が3時間かな。夕方電話があって、おい、飯食うぞ。でもさ、鹿児島ですよ、はい、知ってるとか、早く来いって夕方かかってきて、何食べるんですかって、今食べるとうまいぞとか言うから、いやいや、もう行ったらカピカピになってるじゃん。もう行かないか、おじやしか残ってない。やっぱありました。すごいっすね。すごいな。でも男気ある。あ、まあ、走行試合で負けた時、本ちゃんの前に走行試合で負けるなんてありえないやん。その時にさ、長嶋さんが一言、勝負事っていうのは勝ち負けは当たり前だと、いい勉強になったじゃないか、勝たなきゃいけないっていうプレッシャーに負けたんじゃないか、いい教訓だよ、いいスタートが切れたと思ってやろうぜ。かっこいいっすね。かっこいいっすね。その代わり3試合予選を勝ったと倒れます。いやー、そうですよね。いや、俺らも緊張感あったよ。ミスターに傷つけるわけにいかない。そうですね。ブルチンなんかやってるわけ。